エミール・モーリスは、ドイツ国の政治家、軍人、アドルフ・ヒトラーの運転手。国家社会主義ドイツ労働者党の前身である、ドイツ労働者党と親しい間柄になったことで、ヒトラーの不況を買い、党を追放された。後に復帰して、新衛隊で、新衛隊上級大佐の階級を与えられた。ナチ党員番号は39番、新衛隊の隊員番号は2番であった。 シュレースビヒホルシュタインのベスターモア出身。モーリスケはフランス移民の家系である。実家学校を卒業した後、時計校として働いていたが、この際に横領罪に問われ、善科がついている。第一次世界大戦中の1917年から1919 19年にかけてバイエルン王国陸軍に従軍した。戦後の1919 19年に、 国家社会主義ドイツ労働者党の全身ドイツ労働者党に入党した。1920年に整理隊の指揮官に任じられた。しかし1921年7月29日にアドルフ・ヒトラーが党首に就任すると整理隊は体育及びスポーツ部と解消されて、その指揮権はエアハルト海兵旅団のハンスウルリヒクリンチに移された。1923年に ヒトラーの個人敬語部隊、アドルフ・ヒトラー特攻隊ストストラップ、アドルフ・ヒトラーが設置されると最初の隊員の一人となった。1923年11月9日のミュンヘン一機に参加した。一機の失敗後にヒトラーと共にランツベルク刑務所へ投獄された。刑務所内でヒトラーの最も親しい友人の一人になり、ここでヒトラーが現した。 我が闘争の中にも名前が出てくる数少ない人物の一人である。ヒトラーは、モーリスのことを、マウリツルというあだ名で呼び、また、ヒトラーとモーリスは親しい間柄で使うに認証、君で呼び合う間柄だった。釈放後の1925年に、新衛隊に入隊し、ヒトラーのボディーガード、また運転手を務めた。やがて、ヒトラーの知らぬところで、 ヒトラーが可愛がっていたメイアンゲラ,ラ・ラウバルと親密な関係になった。1927年のクリスマス直前にモーリスはゲリにプロポーズし、ゲリも承諾した。ヒトラーは日頃から若い党員たちに結婚を奨励しており、モーリスの結婚も心待ちにしていたので、モーリスにお前が結婚したら毎日お前たちのところに食事に行くからな、などと冗談を飛ばしていた。 そのためヒトラーが喜ぶだろうと勘違いしたモーリスはヒトラーにゲリと婚約したことを告げた。それを聞いたヒトラーの態度は急変しモーリスにつかみかかりモーリスを散々に罵倒して婚約を解消するよう脅迫した。この時のヒトラーの剣幕にモーリスは射殺されるのではという恐怖に駆られたという。ヒトラーはモーリスの給料の支給を遅らせるなど陰湿な 嫌がらせを行うようになった。1927年末にモーリスは運転手から解雇され、さらに党からも追放された。モーリスは下痢のことは諦めたが、それにしても無期限解雇は納得がいかなかった。労働裁判所で雇用手なちと相手取って、訴訟を起こして保証金500ライヒスマルクを得ている。その金を元手にモーリスはミュンヘンで時計屋を始めた。 1932年に、新英隊に再入隊。新英隊全国指導者、ハインリヒヒムラーは、古参党員で前身のアドルフ・ヒトラー衝撃隊の創設に関わったモーリスに、新英隊の隊員番号2番を与えたが、特に新英隊において、重要な役割は与えられなかった。新英隊における階級も、最終的に新英隊上級大佐に昇進するに、とどまる。 1933年のヒトラーの政権掌握後にはミュンヘン氏の市議会議員を務めた。同年10月のミュンヘン一期記念式典でヒトラーと再会した。この時すでに死亡していたゲリについては話題に上らず、モーリスは自分の新しい恋人をヒトラーに紹介するなど親密な空気の中での会話となり、二人は友情を取り戻した。 ヒムラーは1935年のモーリスの結婚に際して家計調査を行った際にモーリスにはユダヤ人の血が流れているという報告をヒトラーに行いモーリスをとうと親衛隊から追放することを提案したがヒトラーは却下している1937年にミュンヘン手工業社会の会長に就任した1940年から1942年にかけて ドイツ空軍に将校として勤務。1948年に日な地裁判にかけられ4年間の労働収容所送りとなった。1972年にミュンヘンで死去。ありがとうございます。